になりたいっていうのは思ってて、私の音楽を聴いて違う次元にトリップしてもらいたい、聴いてくださる方が主役になっていただきたいっていうのがまずあります。くるりばいまり夢みたいに甘いホリックがラウンドラウンド一緒に。物心ついた時にはもう音大に入ることしか考えてなくて、3歳からずっとクラシックピアノを習って頑張っていました。ピアノの先生にレッスンの終わりがけにこういうの弾けるよって言うとすごいねって喜んでくれるので、それを楽しみに今日はこういうのできるよみたいな感じで聴かせてましたね。パンダの歌作ったりクマの歌作ったりして遊んでました。いろんな国の音楽を聴いて勉強をしようになって、カトリックの大学だったのでそういうのもあって教会音楽がすごく好きで、神秘的な歌の世界観みたいなのを自分でも歌って表現したいなと思って、その辺に影響された気がしますね。不思議ファンタジー私だけのねその宇宙の味思い出せない方がいい何か楽しい。ある時にキャラクターソングの存在を知って、アニメーションの声優さんがそのキャラクターになりきって歌ってらっしゃるのを聞いて、あ、こういうのを作るお仕事があるんだ、私もそのアニメの携わるお仕事をしたいなっていうのをすごく思ったのがきっかけで、日本語で自分で一人で歌ってみよう、作詞作曲編曲ミックス自分でどこまでできるかっていうのを試してみたかったので、それでYouTube とニコ動にアップしたのが2014年でしたね。興味を持ってくださる方々がなんかいろんな国の方々が多くてすごく嬉しかったですね。映画を見てるような気持ちになってほしいなっていうのはあって、聞いた方がちょっと今日は優しい気持ちになって朝仕事に行けるとか学校に行けるみたいな声優聞いてくださった方がハッピーな気持ちになってくれて、それをしてると喋った方がもっとハッピーになってくれる、そういう伝染をしていけるような曲を作っていきたいです。ボンジュール鈴木かボンジュール鈴木かじゃなくて、聴いてくださる方が私の音楽を聴いて主役になっていただきたいっていうのがまずあります。もっともっと多くの方に聴いていただけるように、あまり興味がないような方でも聴いていただけるようないろんなバリエーションがある曲を作っていけるアーティストになりたいなと思います。ケーキかな、あ、プリン